福島正則屋敷跡は、長野県上高江郡高山村にある史跡。長野県史跡に指定されている。元那5年、秋、ビンゴ両国の大名福島生息が、広島城の無断武神を理由に領地を没収され、この地に天保を命じられて居住したところである。後位の藩4万号千石の藩長が置かれた。長野県高山村にある、福島正則海後の住居跡、 高井寺の看板長野県高山村にある福島正則海域後の住居跡、高井寺の山と屋敷は103メートル70メートルの方形短角の平城であったが、東北隅に高さ5メートルの土塁が残存するのみで、屋敷跡の中央には高井山、高井寺が建っている。現存する石垣は安政年間に高い寺が土塁や空堀を壊して修築の手を加えたものであり、 王子の面影はない。高い寺には、福島正則の遺品として、肖像画、槍崎、仏下り、掛け軸が伝えられている。福島正則屋敷跡昭和41年3月31日、指定長野県教育委員会。1、この旧館跡は、東西57万半南北40県面積7段6世、あり、地方に高度例を築き、 類の外に空堀を巡らしてあった。現在東北隅に高さ約2メートル、長さ約19メートルの土類が残存している。1、生息は、現名5年6月上地没収となり、上高い軍2万国、越後魚沼軍2万5千国合わせて4万5千国の捨て淵を与えられ行為の後に住居を定めたのである。1、生息の在官年数はわずか数年であったが、 寮内の検知を行い、高井野原の用水石を開き、松川治水の築堤最上神殿の開拓など、民生に尽くした功績が大きい。1、寛永元年7月13日64歳で病死した。生息はかねて本村赤羽に、回復時を起こして、菩提寺としようとしたが、ゆえあって遺灰は、領内元年お伏せの岩章院に収められ、病所も同時境内に設けられた。 昭和41年3月、高山村教育委員会。寺内には、安政2年に建立された、生息校の供養塔がある。碑文は、回復院伝舞三子な昇降月、王正しい大古寺。長野県上高井郡高山村大技、高井堀の内。ありがとうございます。